皆さんこんばんは。 HKT48 の坂口理子と市村愛理です。イエーイ、今夜も始まりました。 HKT48 のよかよかの時間なんですが、今日は愛知が初登場ということで、はい、どうですか？ずっとリコピさんとよかよかしてみたかったので、ああめっちゃ嬉しいです。嬉しい。私も結構喋るんですよ、愛知とは。ご規制の中でもね、喋るので、今日はね、絆を深めていけたらいいなと思います。さあ、それでは HKT48 のよかよかスタートでーす。はい、座りましょうか。はい、ショールームをご覧の皆さん、改めましてこんばんは。HKT48 の坂口理子と市村愛理です。イエーイ、お願いします。さあ、始まりましたよ、今日も。あ、タイトルコールをいきますよ。はい、せーの。HKT48 のよかよか。耳を捨ててポーズだったんですね。はい、ここからはですね、私たち博多を拠点に活動する48グループ HKT48 のメンバーの2人、その名も今日はリコピとアイチーで、リコチーコンビでお送りしたいと思います。福岡市中央区天神の福岡パルコ新館にあります天神サテライトから生放送でお送りします。はい、ショールームの機能を使って皆さんにも参加してもらいながら、私たち HKT48 と楽しく過ごしていこうという番組です。イエーイ。放送はですね、毎月ですね、第2、第4週の月曜日から金曜日まで夜6時半から7時半まで1時間の生配信です。メンバーも毎日日替わりで一人一首で出演します。番組では毎回ランダムに選ばれた2人が様々なゲームや企画、トークなどを通じて仲良くなる、絆を深めるというものをコンセプトにしています。はい、二人とも神々でね、神々、はい、よかよかなね、最適な最強なコンビになれるように頑張りますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、さて、このショールームでは右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりして私たちとコミュニケーションを取ることができます。そのためには無料のアカウント登録が必要なので、まだの方はまず会員登録をお願いします。はい、ちなみに投げたポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前の方に出てくるようにもなります。面白いと思ったらぜひ星を投げてください。はい、名前を呼んでほしいという方は前に出てきていただけると話しかけやすいので、ぜひ番組に積極的に参加してみてくださいね。はい、はい、そして右下のツイッターマークを押すことでこの番組を拡散することができます。たくさんの方に見てもらいたいのでお願いします。よろしくお願いします。さてさて、始まりましたけども、はい、はい、まだ説明がありますかね。あ、そうなんですよ、スタジオのね、あの前にも暑い中たくさんのねお客さんが今日来てくださってます。そしてですね、並んでる最中とかですね、温度調節ができないエリアで暑かったりもしますのでですね、積極的に水分補給していただくなど、皆さん暑さ対策の方もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この後ね、来られる方も今聞いてるんじゃないでしょうか、気をつけてください。ではではでは、始まりました。はい、改めて自己紹介しましょう。はい、これは自分の自己紹介ってことですか？あ、分かりました、私の自己紹介です。はい、HKT48 リコピコと坂口リコです。いやちょっとカメラがどこにあったかね、どこが分からないんだけどどこ、あ、こっちかな、ここか、あ、それだ、あ、ここだ。はい、自己紹介。はい、え、フレーズ言った方がいいですか？あ、いいよ、キャッチフレーズ、あ、キャッチフレーズあるじゃん。はい、今日も安全第一、健康第一、みんなの愛知、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、18歳の市村愛理です。すごい、初めて聞いたかも、ちょっとキャッチフレーズ。本当ですか？安全第一、健康第一。そう、分析されると恥ずかしいでしょ。ちょっと
確かに。はい、今日はよかよかレギュラー版に初登場の5期生の市村愛理ちゃんとのコンビです、はい、ということで改めましてよかよかデビューおめでとう。ありがとうございます。どうですか、見てました？このよかよかは見てました。本当に、はい、なんか最近5期生とかも結構出るようになってるので、うん、ね、出てるよね、うん、すごい楽しみにしてました。うん、え、どうなの、愛知はさ、なんか、え、な、何歳なの？18歳です。18歳なんだ、はい、そっか、とか高校生今、うん、高校、去年高校卒業して、うん、今社会人です。社会人なんだ、はい、そうなんだ、うん、そっかそっか。でも割と私がね、うん、入ったのも高校3年生だったから、はい、どうなんだろう、5期生は結構大人の子も多いもんね、うん、なんかもうちっちゃい子はちっちゃくて、うん、大人は大人、ね、大人は大人って感じです、うん、確かに工藤ちゃんとか私と一回り違うからね。やばい、12歳そう本当に。先輩とはどう、やっぱ仲いい先輩とかいますか、よく話す先輩とか。最近は、あの日向さんとひろなさんとね、なんかね、はい、誕生日一緒に祝ったりするんだよね、よ、仲良くなって、うんうんうん、でよくお泊まりとかも、お泊まりっていうの、はい、結構ね、なんて、で入ったばっかりで先輩とそんな絡めるの、はい、なんかひろなさんとかもあんま喋んないイメージある、はい、イメージあったんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ喋るから、めっちゃ喋るよねめっちゃ喋るから、ナッピって本当面白いのよ。そうなんですよね、本当に、ね、仲良しなんだ。はい、日向も日向でね、同い年で、同い年か、そっか、社会人だもんね、だからすごい話しやすいです、はい。普段はショールームとかやってますか？はい、やってて、うん、今日個人配信したら55日目の連続、うん、あ、そうなんだ、はい、すごいじゃん、すごいすごい、毎日やってます。毎日やってるんだね、うん、あすいません、離れてくださいという指示が、このあとね、ちょっと愛知にいろいろ聞くコーナーなんかもありますのでね、お楽しみにということで、はい、最近のなんか近況報告とかありますか？なんかこういうのして楽しかったとか、うん、こういうお仕事があれだったとかありますか？でも握手会とかで浴衣を着させてもらったり、うんうん、ああそうだね、はい、初めてあの握手の時に来て、うん、なんかもうすごい来てくださったので、うん、めちゃめちゃ楽しかったです。そうね、はい、握手会とかもねやり始めて、そうなんですよ、ね、半年とかね経つけど、どうですか？でも、うん、すごい楽しいから、うん、もうもっともっとたくさんの人に来てほしいなって思います、うん、そうだね、はい、本当公演とかもね今やってるんだよね、あの脳内パラダイス公演、そうです、そうです、私たちが研究生の時にやってた公演をやっててで初日に見に行ったんですよ、ケネプロに、うん、そしたらなんか愛知ってなんかすごい ほわふわしてるイメージかなって思ったんですけど、なんか君はペガサスっていうユニットで、もうすごいもう結構拳の効いた歌を聴かせるっていうか、なんだっけソロパートどこだっけ、深い絶望をだけがみたいな歌ってて、あ、愛知みたいな、あれ誰みたいになって、それで私名前覚えて、その公演終わった後に、はい、何歳なの、え、うん、何なのって何なのってなって、そうだ、面白いって思ったのがすごい印象的だったかも。そう、富吉さんともなんか、ね、と一緒に、ね、そうなんですよね。なんか意外となんかだるそうに踊るのかなって思ってて、うん、なんかあすかちゃんも私タイプかと思ってたら、なんかまさかのキビキビ動く感じで。全然汗かいてるよって。そう、めちゃめちゃ、なんか汗かきたくない系女子かと思ったら、うん、めちゃめちゃ踊ってて、なんかもう感動しちゃった、本当に。いや、なんか最近は本当に、うん、なんか水で薄めた富吉って言われてる。はい、なってるんですけど、の、はい、だけど、うん、あのダンスと歌は絶対濃い自信が、うん、濃いよねやっぱね、いや、なんかあの汗もめっちゃかいてるし、そうだね、富吉さんよりは誰が汗かかんよ、あすかちゃんあすかちゃんが言ってたよ、なんか尊敬してるとか一言も言われたことないしって言ったら、ショールームだけ富吉あすかさんを尊敬していますみたいな、いや、なんかまずあんま話したことがなかったんですよ。そうだよね、なんか本当に絡みたかったんだけど、すぐね、期間が短すぎちゃって、卒業しちゃったしね、はい、それででもめちゃめちゃ MC とか面白いし、うん、尊敬してるんだけど、うん、LINE とかも一生あの既読無視、うん、なんで、ちゃんね本当にね豆じゃないのそこら辺ちょっと LINE とかしづらいんですけど、めっちゃあの勝手に水で薄めた富吉っていう感じで言っちゃってるんですけど、すごい
大好きです。それを機にね、なんかいろいろね、はい、連絡取れたりとかしたらいいですね、はい、面白いわ本当ツアーとかもね私たちやってるんでね、はい、どこだっけ次私、うん、9月1日の宮崎です。宮崎か、はい、そうなんだ。宮崎鹿児島の次だもんね。そうです。違うんだよねグループ、ね、そうなんですよ。そうえメドレー何チームえメドレー何メドレー A です。あ一緒一緒です。一緒だよね。一緒です。そうそうそう一緒一緒一緒メドレー A で集まろうみたいになった時、うん、絶対ひなただけいないんだよね。ひなだけなんですかみたいな出てきてひなた急になんか一人おらんくない、ひなたやばいみたいになってあ入れ替わりましたよ。バイバーイ。バイバイ。ハッシュタグ村長ですね。村長って言われてるんですよ。村長って言われてんだ、はい、ありがとう。ここで切りますね。 あなたが端っこに。 ありがとうございます、ね、懐かしいそのセンスね。あかわいい。ありがとう。ありがとうございます。いい人ばっかそうで、すごい。ありがとうございます。あ、愛知のやめてダサティやばい。ダサティ顔バンバンじゃないこの服やめてそれをダサティ。やばいやばい。え、昨日もこの服着てなかった。はい、それ着てます。面白い。いやすごい。 ID ってもう、ね、もう、ね、熱狂的な内輪があるよ。もうハートがもうハートがもう30個ぐらい知り合うんだ。嬉しい。嬉しいです。うれちうれちあいち。うれちあいち。うれちあいち。はい。私の近況ですか、うん、え、私は、うん、なんだろうな、なんか甥っ子と姉と一緒に夢の国行きました。旅行行って。うん、で、なんか東京だったから、誰か呼ぼうと思って、うん、あの姉と私だけじゃちょっと心配だから誰か呼ぼうってなって岡本直子だと思ってすごい卒業した岡本直子を呼んで写真を撮ってもらいました。やば、うん、おいよ、なんかうちりんちゃんの写真いっぱい撮っちゃうわけなんて関東に行ってもなお博多弁が消えない岡本直子は健全でしたね。会ったことある？いや、ないんですよ、ね、ないんだ。もう会ったらね、もう世界変わると思うよ。そうですか。人種がもう違う。うわいいな。本当にすごいのよ、本当に。ね、でも昔の公演とか見た時にめちゃめちゃ面白くて、一人だけくるくるパーとかなんかもう違うんですよね、本当に。テンションですごいな。本当そんな感じで、もう夏をね、夏のイベントとかにも出させていただいたりしたので、結構夏は満喫してるんじゃないかなとは思います。でもプライベートで花火大会に行けてなくて、私もね、行けたの。今年多分土日にツアーをやることが多くて、多分福岡にいないことが多いんだよね。だからイベントとかなかなか参加できない。まあ、その分ツアーでね思い出は作れるけど、花火見れてないなって思ったりもしました。そんな感じですかね。確かに気がついたらもう9月になっちゃうしみたいな。時が流れるのが早いの本当に最近本当にそうなんだ。まだ 18? はい、18。20歳なりたいでしょ。まあ早くなりたいなとか思うけど、うどうなんだろう。早すぎ、早そうね。そう、怖いな。怖いよね。でも一緒にね、なんかね、早く乾杯したいなって気持ちも、確かにありますね。すごい、なんかオープニングからすごい喋ってるね。なんか喋りやすいかもしれない本当ですか、うん、本当に、なんか大人だしね。確かに、うん、結構子供だってなんかどうしたのみたいな、なんか結構大丈夫みたいな、そうお母さん的なところがあるから。私全然お母さんだと思ってないですよね。結構嬉しい、そっちの方ですよね。絶対そうだなと思う。話しやすい、なんか友達として話せるって感じですかね。お母さんとかはないです。はい、こんな感じでこの後7時半まで私たちと一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。いいですね。ではね、コーナーに行きたいと思います、はい、さて最初はこんなコーナーをやってみたいと思います。あ、愛知が自分でタイトルコールするみたいですマジ、うん、はい愛知のこと知っちゃってー。かわいい。知っちゃってかわいい。すごい。かかるそうなんですよ。ここからはそうだね、神奈川だから博多弁なかなかあれだと思いますけど、ここからはね、あのトークコーナーなんですけど、5期生のメンバーは入って1年弱ということで、正直そこまで接点もありません、うん、公演に一緒に出たことも、ね、あんまりないし、ですのでここからはですね、公式プロフィールと手書きで書いてもらった履歴書を元にトークをしていって、いろいろ知っていこうと思います、はい、では早速公式プロフィールの方をね見てみましょう。さあ、ニックネーム愛知。2001年。え、2001年生まれ最近じゃん。いやいやマジ。あ、そっか、2011年生まれで18か、はい、そうなんですよ。来年19なの、うん、
そっかそっか、血液型は不明。不明です。わかんない。A か O なんですよね。でも、あ、そうなんだ。いや、O だと思う。O ですか。え、でもどうだろうな。人によっては A っぽいねって言われたりもするけど。まあ確かに几帳面。じゃあ几帳面だもんね。そして出身地は神奈川県。神奈川。ねえ、神奈川の子でも他にも。あかりさんとモカさん。あ、そうなんだ、はい、結構ね HKT のメンバー関東も増えてきて、あ、こうですね、すみません、もう全然考えてなくてすみません結構神奈川のね、うん、メンバーとかも増えてきましたね、はい、関東とかもね、5期生割と関東勢が多いんですよ、ね、多いんだ、他にも何かいますか、東京、埼玉とか、東京、埼玉、はい、そっかそっか、いるよね、ドラフト3期ぐらいから結構多くなってきた、うん、確かにイメージはあるかな、うん、そして身長が155センチということで、はい、平均ですね、平均です平均。そして趣味はテレビと動画鑑賞、はい、お、なるほど、動画鑑賞と言いますと、やっぱどうですか、 YouTube ですね、 YouTube ですか、ね、まあショールームもそうですね、お気遣いありがとうございます、はい、ショールームも配信するのはやっぱショールームしか、まあ、そうですね、はい、ショールームさんしかっていうところ、毎日やって本当に大好きです、はい、毎日配信も続いてますからね、大好き大好き、はい、でも動画鑑賞は好きだって、はい、なるほどなるほど、動画か、え、好きな、うん、あの動画とかありますか、どういう系の、どういう系、ドッキリ系とか何か食べる系とか、あ、 ASMR も結構好きなんですけど、あ、咀嚼音、咀嚼音も好きなんですけど、うん、でも結構まあドッキリ系っていうか、うんうん、男子が見るような、うん、YouTube の動画とか確かに見るよね見ます、あ、そうなんだ、全然見ます、はい、ドッキリのなんか、うん、天井にゲーム機くっつけたとか、 あるよねありますあります、そういう系のやつも全然見ちゃう、なるほどなるほど、そして特技ですか、一輪車とバドミントンちょっと待って、一輪車ってどういうこと、一輪車習ってたんですよ、小学校、小学校の時に習ってて、うん、結構ガチで、なんか人気だった、本当ですか、一輪車って本当昼休みにも取りに行くのが争奪戦で、そうですよね、そう先にうちも給食食べとっちゃうけん、取ってきちゃいみたいなあったもんね、あ、持ってくればよかったですね、なんか結構本当ですね、そうなんですよ、うん、披露する機会が あんまなくて、ないよね、でも結構ガチでやってたんで、なんか全国大会とか出てたんですよ、うん、すごいなんかでも昔さ、あの刺し子のソレイユ、うん、で、あのなこちゃんが一輪車を漕いで、うん、タコだったんですか、そうです、オープニングで一輪車を漕いで、うん、なんか箱を開けるみたいなやつで、はい、そのオープニングに出演するメンバーをオーディションで決めるみたいなのがあって、そうなんだ、それあったら絶対一輪車乗ってたやん、もう違います、レベルが、レベルが違う見てないレベルが違うんですよ、そうなんだ、なんて言えばいいんだろう、もう技とかいろいろあったりして、なんかメリーゴーランドとかさ、あ、なんだっけ、なんとかなんとか、いろいろあるんですよ、なんかもうあるよ、ね、一輪車にこう飛び乗ったり、めっちゃ飛び乗る、回転したり、なんかいろんな技があって、え、ガチなんだ、ガチなんですよ、絶対どっかでできるじゃん、そうなんですよね、うん、ちょっとやってみたいです、ね、すごいね、めっちゃ面白い、はい、そしてバドミントンもできるということで、うん、バドミントン結構多いですね、5期生は、工藤遥香とか栗山里奈も割とやったり、そうなんだ、はい、バドミントンやってるメンバーでも植木直さんとかもねそうですそうだ、あとジーナとかも、そうなんですか、バドミントンやってた、綺麗、結構ね、やってるイメージありますけどね、そっちの方は技とかは、そんな技とか、あ、でもそっちも結構ガチでやってたんです、関東大会とか出てました、すごい、もうだから夏休み大会系なんだね、はい、なんかもう休みっていう休みがあんまり、中大連とか、そうですね、なんか本当に結構運動系ガチでやってきてたんで、すごい、はい、だってすごい踊るもんね、びっくりするもん、ほんとすごい汗かくんですよ、なんか汗かくのなんてみたいな、結構そういうキャラかなと思ったの、はい、ゴリゴリのやる東京みたいな感じのページ、鼻ちで鼻なし、はい、でそして最後にですね、チャームポイントはふくらはぎということで、これもまたどういう意味なのかがちょっと待って、その自分の理想のふくらはぎとかがあるってこと、はい、じゃなくて自分のふくらはぎが好きなの、いやなんか自分のっていうか結構、うん、あの足が割と綺麗だねって言われることがあるんですよ、うん、そうなんだ、で足の中でもふくらはぎは結構筋肉があったりして、おー、はい、ふくらはぎの味方って判定の仕方がちょっと
わかんないけど、ね、まあ、綺麗なふくらはぎ、ね、でも 美脚は美脚だよね。今日裸足で配信してるんですよ。そう、2人とも裸足なんですよ今日。はい、本当にね、ちょっとね、ちょっといろいろあれば浸水しちゃって浸水してもうすごいやつね、足首まで疲れましたから二人とも足浮かなくてキャーって言いながらね、はい、そう、なるほど、ふくらはぎが、ふくらはぎ結構筋肉があったりして、うん、確かに、しかも細いもんね、引き締まってるもんね、なんか、はい、触ってってください、結構え、やばいゴリゴリの筋肉なんだけど、触んないと思うけど、すごい、はい、結構え、私そんななんかブヨブヨなんだけど、ふくらはぎやばそんなふくらはぎって筋肉つくんだ、はい、そうなんですよ、そう、みんな見せてもらわんと見せてもらわんとわからんみたいなやめて怒ってる、怒ってる怒ってるいつかね、披露する日が来れば、ね、公演の時とか結構、あ、どうもありがとうございます、公演の時ね、衣装とかで見えるもんね、バイバーイ、バイバーイ、ありがとう、ありがとう、ダサディ、あ、ダサディ、あ、どうぞどうぞ、ね、ありがとうございます、あ、すごい、いやいや大好きだ、あ、どうもありがとう、ありがとうございます、お、安全第一、ありがとう、安全第一、結構戻ってきた、戻ってきた、おということでですね、公式プロフィールの方はこんな感じ、はい、となってます。そして続いて愛知の自分で書いてもらった、はい、プロフィールですね、見ていきましょう。市村愛理です。家族構成は父母自分弟かける3ですね。私絶対弟いると思ってた。いやでも結構姉顔だよね。あ、本当ですか。弟いる顔。結構なんか性格とかも男っぽかったりするんですよ、うん、だから確かに結構みんなに弟いそうだねって言います、ね、あ、そうなんだ、はい、男の子に囲まれてるからかな多分。へえ、なるほど、意外かな。どうなんだ、1,2,3,4,5,6 人家族。はい、そうです。そうなんだ、あ、じゃあみんな神奈川にいるの。はい、神奈川にいますね。あ、そうなんだ、そっかそっか、なるほど。好きな食べ物は寿司、ラーメン、肉めっちゃ一緒。本当ですか。めっちゃ一緒、もうラーメンが一番好きだけど、あ、でもあれもラーメンね、好き、本当に大好き、寿司も好きだし肉も好き、はい、まあ、大抵好きだよね。そうなんですよ。そうだね。でもラーメンは前まで博多って細麺じゃないですか。そうだね。で私関東は結構太いんですよ、うんうんうん、で家系のラーメンとか本当に大好きで、うんうん、で博多来て、うん、そのラーメン、博多のラーメン食べて、うん、もう好きになっちゃいました。どこが好きとかあるの。でも味となんか細麺自体あんまり好きじゃなかったんですけど、うんうん、でも美味しさに気づいちゃった気づいちゃった気づいちゃっていいね、細麺大好き。そのうちもうバリカタとかにしだすじゃんそうですね、コテコテのバリカタ。お肉は何を、何のお肉ですか。焼肉で、うん、豚肉とか結構好きなんですよ私。牛肉よりかは豚肉派です。そうなんだ。バラとか、うん、そうですね、そういう系が好き。そういう系です。焼き鳥とかも好き。あ、大好きです。大好き。焼き鳥とビール、うん、大好き。あ絶対お酒ね飲めるようになるよねしたらね、そっかそっか、お肉が好きなんだ。食べ物結構似てますね、はい、なんかね、はい。そして好きなテレビ番組は逃走中とかでなんか結構なんか特番っていうかなんかそうなんですよ、全然やんないんですけど。やんないよね、もう大好きすぎて。大好きなんだ。もう幼稚園っていうかちっちゃい頃からずっと見てて、うんうん、逃走中でもたまにあるからこそ、ね、すごいワクワクのドキドキも1週間前ぐらいからめっちゃ楽しみにしてるんで、誰が逃げられるんだろうっていう、はい、でなんか今年なんか周年なんか記念の15周年かな、なんかあれで一般応募が始まってるんですよそうなの。もう絶対もう一般じゃないじゃんもうあと1年待ったら出れる、出れるあれが、ね、そうなんか応募したいみたいな、応募するしかないでしょみたいな、ファンの人にめっちゃ言われてて、うんうんうん、出たいっていう。頑張って、これはね、はい、逃走中にもうリアルな芸能人として出るしかないっていうはい、いずれか本当に出たい、ね、うん、でもね、フォーテートの人とかもね、うん、結構したもん、ね、そうなんですよ。そっか、逃走中じゃあやるとしたらどこでやりたい、うん、どういう風に勝ちたい、愛知の戦略は。うーん、でも遊園地か街中か、うん、江戸、私は江戸の村が大好きなんですけどあの忍者村みたいな、ね、そうなんですよ、なんかそこでやる時もめっちゃ面白いんです、うん、だから江戸で江戸やばい、江戸かな。でもああいうのチャレンジする人、なんかそのミッションですね、ミッションマジやります自主とかありえないからあの
トロサーモンの久保田さんのスタッフや。あ、ちょっとあんまりやめなさいよやめなさい、このやばいしそう、でも好きなんですけど、うん、あのアンガールズの田中さんとか結構出てたりして、うん、そうだね、めちゃめちゃかっこいいんですよ、逃走中に出てる時逃走中に出てる時時っていうか、なんか本当に大好きなので、うんうんうん、いいなと思って。でもね、出るかもしれない、長寿番組ですから、だいぶ続いてますからね、お願いします。いいですよね、本当に、うん、そして性格はめんどくさがり屋、うんということで、そういう風に見えないけどね。本当ですか、うん、どう、意外とめんどくさがり屋って言われますね。本当、はい、どういうとこが、なんだろう、うん、なんか無駄なこと、うん、無駄なことっていうか、したくないみたいな、したくない。なるほどなるほど、めんどくさ。じゃあ普段のリハとかも結構めんどい、うん、いやそれはもうめちゃめちゃ重要だからいいですけどそういうことじゃないよ、なんだろうな、なんか生活で、生活で、なるほどね、洗濯物持っていくだったりとか、はい、でも分かるよ、すごい。とにかくなんか歩くのもめんどくさいみたいな、歩くのめんどくさい、なるべく歩くの歩きたくないとか、そうなんだ、動きたくないっていうか、なんか休みの日はもう家にいて、うん、そうなんだ、アクティブじゃないんだね、意外と、はい、家で何してんの休みの日、ゲームか、あと、まあ、動画見たり、ああそうだね、とにかくそうですね、からスマホさえあればみたいな、うん、怖いよ、漫画も好きだし、漫画も好きなんだ、はい、弟3人いるからね、やっぱそういうなんか漫画とかも好きだったりするのかな、はい、好きです、まあね、他にもいろいろ気になったことあるんでちょっと質問していきたいと思うんですけど、うん、生まれ変わったらなってみたいものなんですか。でも寝るのが好きなんですよね。わかる。本当に一日中なんですよ。今日も私2時ぐらいまで寝てた。私本当ですか。私も12時ぐらい。マジ1時ぐらいまで寝てました。なんか普通に昼まで寝ちゃったみたいなのを送ったけど、うん、またさらに寝て。えみたいな、こんな時間なんだって。そうなんだ。ひたすら寝てる。今日は私日向さん家泊まってに行ってたんですよ。泊まってたんだ。はい。二人してもめちゃめちゃ。日向さん、はい、めっちゃ寝るよね。寝ますね。一回日向寝すぎて、はい、もう連絡取れなくて遅刻してめっちゃ遅刻するよね。日向やばいです本当に。リハでやっててさ、みんななんかまだ日向連絡つかないらしい、はい、私も最初めっちゃ心配してたんですけど、もう先輩とかもう慣れちゃってたから、うんうん、あ多分寝坊だよみたいな感じで軽く言ってたから。そうなの自己責任ですか、それはね。そうなんだ、はい。じゃあ生まれ変わったらなってみたいものは、寝てるのって猫とかなのかな。でも猫、動物無理なんだよな。化け物とか動物無理なんですよ。苦手なんだ、はい、動物無理だから。あでも猫は猫かな猫かな苦手なのに猫になりたい猫はなるほどね、はい、続いては公表してない特技とかはありますか。公表してない特技、特技、いやでも一人称とかあんまり言ってなかった。あ、そうなんだ。プロフィールには書いてるけど、うん、書いてるけどあんまりなんかプロフィールのさ、なんかそのなんで何にしますかみたいな時ってさ、うん、マジでさこんな感じになると思わないでさ、うん、言うじゃん。そうなんですよ。だからさ、そうなんですよ。いじられると思って書いてないからみたいな。はい、公表してないあるよね。なんかモノマネ得意ですとか、うん、軽いノリで書いたら番組とかで、うわ公式プロフィールを拝見させていただいたモノマネが得意だということでここで坂口さんモノマネを披露してくださいみたいな。うわやだそれ、ってあるよね、ありますね、軽い気持ちで帰ったのにみたいな。でも一人称とバドミントンもね、いいんじゃないですか、はい、そうですよね。他にもありますそういうなんか、特技ちょっとこれは書きたくはないかなみたいな、公表まだちょっと言えないかなっていうそのあやつはなんだろうな、うん、何特技、うん、モノマネとかも全然、でもなんか結構お笑い系だよね、はい、そうなんですよね、そうなんですよね、素直に受け入れる。いやもう受け入れますね、なんかもう、もうこそうだよね、でも名前いないもんね、そんなご期生の中でもね。ご期生の中でも割とバラエティー班少ないんですよね。少ないんだ。なんか MC とかマジで、うん、本当にもう頑張りたいと思ってて。あ確かに、でも喋れそう、普通に頑張りたいんですけど、うん、だからいつも長野みやびとかと一緒にマジでもう長野みやびちゃんやばいね、やばいんですよ、やばいんですよ、なんかもう不思議な子ね。でも私長野みやびちゃんとお疲れ様ですとおはようございますしか会話したことないかもしれない本当に。あそうなんだ。なんかそう、あと大丈夫とかしか言ってないいつも慌ただしいからみんな心配、大丈夫みたいな
会話しかしてない。顔色大丈夫ってみんなに言われてるんですよ。いつもあんな感じなんですよ。でもそうなんだ、はい、私もなんか最初は全然心開いてもらえてなかったんですけど。同い年？そういや一つ上なんですけど。二十歳になるって言ったもんね。二、はい、人とも結構人見知りだったんですけど、私がグイグイ行って、うん、やっと心開いてくれたみたいな。同期なのにね。そうなんですよ。だから。そうかそうか。でも結構ね、こうやってよかよかとかでも喋ってるから、まあ、特技とかでね、はい、MC とかね、そうですね、言えるだけならね、確かにいいですけど、ね、増やしていきます。うん、そうですね。うん、は逆に愛知からリコピー質問ありますか、質問何かありますか、でも質問はでも、うん、なんだろうな結構まだなんだろう、アンチとか食らったことないんですよあんまり。私お披露目から食らってるから。そうなんですか。公式プロフィールがブスすぎる、そうなんだ。そうでもだからなんかちょっとこれからがなんかちょっと心配っていうか。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、一回ね経験しないとね、はい、ありがとうございます。戻ってきましたね。ありがとうございます。最初の人たちはね、おかえりなさい。おかえりなさい。いやなんかおかえりなさい。おかえりなさい。お、なんか友達、すごいすごい、友達出てきたの。友達増えてるよ。なんか笑ってる。めちゃめちゃ笑ってるよ。すごいなんか授業の合間にみたいな感じ。あ、かわいい。あ、かわいい。セロチが来てくれた。かわいい、かわいい。ゲットしたから、ゲットしたから。なんだっけ、なんかアンチ、そのアンチを食らったことがなくて。でもなんかその昔、これも言っていいか分かんないけど、はい、なんかその掲示板みたいなやつで、うん、1日に1人真面目に討論するみたいなサイトがあったの。そのまとめサイトの中 でそれがメンバーの間でも話題になってて、今日誰々だよみたいな。え、今日明日、あ、やばい、明日私かもしれない。今日やばい、今日私だよとか、今日誰々だよみたいな感じ で なった時があって、それ見てもうメンバーは毎日号泣。やだー、何それ。でなんかその中でもその見ちゃダメってのは分かってるんですけど、やっぱその正論なことも書いてあったりするんですよね。やっぱこういうとこダメだなっていう、それもありますよね。客観的に見たこともね、やっぱその直していかないといけないなって気持ちはあるから、あれなんだけど、ジーナがさ研究生講演の時かな、公演前にそれを見ちゃって号泣しちゃった。やだー、みんなで大丈夫だよって言いながら。そうだね、もう毎日メンバー号泣してました、あれ見て。かネットはあんまり見ない方がいいっていうのもあるし、なんかでも今見ると別に何か言われても、あ、なんかこれ当たったらしい、別にブスとか書かれても、あ、ブスだしなって思って返せるからいいんだけど、なんか1回目は辛いかもね。だからね、なんか MC とかで結構いじったりするんですよ私。確かにね、なんか結構ご規制でいるといじられんのに、なんか MC になるとみんなあんま喋んなくなったりするから、私が自分でだって自虐とかできないんですよ。そうなんだ。誰も突っ込んでくれないから、あんまり私が結構突っ込みに行ったりして、でちょっとさっその今日のやつきつかったんじゃないみたいな、なんかそういうのも言われたりして、まあちょいちょいまだ本格的なそのなんだろう炎上とかはないんですけど、なんかこれから先ちょっと分かる分かる。なんかなんて言うんだろうな、その自分がいじったりしたら、そのいじった方のファンの人のこのこともすごいよぎるじゃん。そうなんですよ。だからなんだろうな、本人が良ければいいと思うけど、その言われるっていうか嫌な気持ちになる人もまあ中にはいるから。そうですよね。でもそういう人はやっぱそう思ったんだな、気をつけようって思うぐらいがちょうどいいと思う。だからそう思ったから、その人のためにこういう風にしてあげようとかは、多分自分のファンだから、自分のファンじゃないから、その子のファンの人だからあまりしないから、自分のファンのことの言うことは聞くようにしてる。あ、なるほどなるほど。その確かに違うファンの人に言われても、いや私のことをそんなの押してないじゃないって思う。確かに。だからすごい、そうだから、そういう嫌なこと言われても、いや応援してくれる人のことだったら自分のこと分かってるし、いいけど、そう思えって思ったらいいんだ。すごい、そう、さすがですね。さすがだ。なるほどなるほど。そう、内容が重いって。さまで話せた。いやなんかすっごい相談したかった。一回そういうのががってきた時が辛いけど、それを乗り越えたら多分大丈夫だと思う。そうなんだ。なるほど。もし食らったら言って。わかりました。わかりました。じゃあどんどんいじってこう。いやいじられたいけどな、でも。
でもいじられキャラだよね、結構いじられてるんですよ、ね、MC とかでは違うんだ。そうなんですよ、研究生公演とかなったらどんどんいじってみたいな感じなんですけど、でも同期だけのさ MC となるとさ、うん、私たちはまだ先輩が、うん、美奈ちゃんとか舞子さんとか、あと卒業しちゃったけど、うん、阿部さんとかもいたから、うん、先輩がちょっといたら MC ってちょっとさ変わってくるけど、同期だけだから、そうなんですよ、言いたいことバンバン言ってみたいな感じになっちゃうよね、うん、どうしてもね。そうですそうです、それはでも初期あるあるだと思う。あ、本当ですか、うん、だから愛知みたいな結構大人な子が、うん、なんか、まあ、まとめていくじゃないけど、うん、なんか客観的に見られるメンバーが増えたらいい、ね、あー確かに、うん、そうですね、うん、とは思うけどね。ありがとうございます、うん、楽屋かなっていうぐらいのはい、ということでコメントとかもね見ていきましょう。うーん頑張ってすごいママ兼任アドバイザーアドバイザーやそうでも本当に安心します。なんか本当、でもほら5期だとほとんど愛知任せやな。いやー、そうなんだ、そんなことはないんだけどさ。そっかそっか、うん、年上の方だもんね。そうなんですよ、うん、ハンター来るようだった追いかけられたいハンターに会える声だけ聞いてると同世代の会話に聞こえるやばい、すいません、なんかすいませんね笑顔で重い話してるね重いのかな、重いとか思ってないよ、思ってないですよそうそう、すごい話してるよね、はい、楽屋とかね、はい、ウケる、いやなんかこういう会話ってあんまりで、うん、知ってそうで、うん、機会別にそんないっぱいあるわけじゃないから、うん、そうだね、でも MC、はい、愛知いないと心配って、さっきアットマークマレーシアさん、いつもありがとう、いいじゃん、最近ね、うん、警報公演とかも出てるんだよね、はい、そうなんです、一瞬出れてないんだよね、あ、そうなんです、ラップ言ってて、え、ポジション違うよね、違いますね、ダイルのところ私は、え、いつもだとエルタンさんとかジーナさんとか、あー、はい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 、はい、あそっかそっか、あそこのポジション、私が出るときジーナとかと一緒に出ることもあるかもしれない。本当ですか、だから嬉しい、出たいなね、出たいです。でも警報だってやっぱ MC すごいなって思いますね、うん、あ本当、警報の MC どんな感じ、なんかもうマナモンちゃんとかね、しげちゃんとかね、下野さん回すのめっちゃうまいし、うん、村重さんがやばい、ね、本当にやばい、しげちゃんもやっぱ信頼してるからね、しげちゃんメンバーのこと信頼してるからああいう風に暴れられるっていうところもある、本当にすごいなって思ってね、本当リセットにも出てほしい、うん、あー出たいですね、出てほしい、本当に振り分けられてんだよね、そうなんですよ、一応ね、まあ、雰囲気的にこういうこの子がこの公演かなっていうので、うん、やってるけど、そうなんです、ね、もし余裕があったら、そうですね、覚えたいです ね、ぜひ覚えて頑張ろう、本当に人数足りないからさ、うん、はい、ということで愛知についていろいろ聞いてみたんですけども、はい、どうでしたかね、愛知のこともいろいろ聞けたんじゃないでしょうか、はい、はい、ということで続いてのコーナーに参りたいと思います。ここからはですね、2期生と5期生の私たちのコンビ仲、はい、絆をさらに深めるべくこんな企画をやってみましょう。その名も共通点を見つけよう、以心伝心ゲーム、イエーイ面白いやばい、面白いね、ということで以心伝心ゲームを通じて私たちの共通点を発見し、そこを深掘り、さらに2人の仲を深めてみようと思います。はい、イエイ、はい、以心伝心ゲームってのは、はい、書いてあります、はい、〇〇といえばというお題が出たら、そのお題をもとに答えを書き、2人の答えが揃うかどうかチェックするというものです。あ、なるほど、はい、各コンビになる、あ、間違えた、あれ、名コンビになるには答えが合わないといけません、はい、バッチリ答えを合わせていきましょう。わかりました、はい、一心伝心ゲームね、とスタッフさんからコメントですが、コメントですが、一心伝心フリップ、あ、これを、あ、それお題です、1個だけお題として出していい、アンチとクマちゃんがここにちょっと、意気込みは高いの、合うのかな、合うのかな、ね、どうだろうな、でも好きな食べ物とか結構合ってましたから、ね、さっきも合ってたもんね、はい、意外と、うん、どうなんかな、やってみますか、うんうん、じゃあ早速いきましょう、はい、第1問はこちらです。じゃん、柿〇〇といえば、あ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 、柿、柿、
え、なにかきまるまるって何？これすぐ分かっちゃいました私。かきまるまるって何？あ、そういうこと？うん、ここに。オッケーオッケー、はい、いきますよ。じゃあせーのでいきます。はい、じゃあ私がせーのって言っていいですか？はい、いきます。せーの、かき氷。イエーイ。ありました。イエーイ。そういうことね。そういう感じですね。まあ、食べ物のかきが頭に浮かんである一瞬。かき、かき糸島？かき、かき、かきフライ。かきフライ。あ、そっちもあるのか。でもいいっていうのは、なるほどね。いいですね、最初から。いいですね。かき、かきの、いい、いい。じゃあ2問目はこちらです。じゃん。プから始まる食べ物といえば、もうこれ直感で言った方が良くない？いいよ、直感で行こう、はい、直感で。せーの、プリン。おー、あー、よっしゃー。なんかさ、しりとり見た、しりとり、ふってついていいんかなって一瞬思ったら、しりとりプリンいいかなって思ってしまった。あ、面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい、なんか目惑星がすごい押すって感じで。ね、あ、なんか、あ、すごい、そう、女の子がね、可愛くて。可愛いね、緊張した。また来ちゃった、ダサピーが。可愛い。ありがとうございます。左を見ればハンターだ。はい。ハンター。そうな。ハンター。ハンターだ。そっちもやばい。捕まる、捕まる。はい、ということで2問目も正解しました。すごい。よし、じゃあ3問目に行きたいと思います。じゃん。卵料理といえば、うわ、これはちょっと待って、これね、ちょっと待って、これはちょっと直感でいけない。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、これはやばい。あ、これは多分相手の心を読んだ方がいいかもしれない。マジ？じゃあ読むね。じゃあ頑張って。私、はい、分かった、いきますよ。せーの、目玉焼き。あれスクランブルエッグ言ってましたね。私は卵焼きだった。あ、本当ですか？卵焼きか。正直に言う。そうそう。仕方ない、これは。仕方ない。3問目まで、ね、卵は多分正解は、ね、結構あるんですよ、種類が。卵はね、種類があるもんね。これは難しいな。難しいね。私はでも実際は半熟卵が一番好き。あ、大好き。温玉とか好きです。いいですね。はい、じゃあでは4問目いきたいと思います、はい。結構難しくなってくるのかな。ね。せーの、じゃん。赤いものといえば、はい、え、難しい。赤いものといえば、直感でいく、直感でいきましょう。せーの、トマト。綺麗に分かれた、リンゴとトマト。トマト苦手なの。あ、そうなんですか。リコピンなのに苦手なの。リコピンだから、なんかトマト感あるかなって。あ、でも私リンゴはちょっと苦手なんですよ。苦手なんだ。やだ、お互い苦手なんだ。なんか苦手っていうか、ちょっとなんか喉がイガイガしちゃうんです。なんかアレルギーなんかなと思って、調べてないから全然わかんないけど。わかんないけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。お互い難しい。やばいね、外してきてるね。やばいやばい。最初やっぱ簡単だったのかな、最初。確かに。え、イチゴとか。あ、イチゴとかもあったんだ、ね、アイドルだ。アイドルだ。イチゴ好き。でも本当はイチゴが好きなの、一番。私も大好き。でもそこで言わないあたり。言わないあたり。すごい。じゃあ続いていきますね。5問目。じゃん。うん。動物といえば、これはもう。でも動物苦手ですよね。はい。動物苦手でも全般苦手です。じゃあいきますよ。せーの。クマ。ね、クマ。ね、クマ。なんかよかよかなクマ出した。あって言ったらそのあだったよね。犬か、犬か、確かに犬か。犬大好き。犬か、犬大好きですもんね。今日誕生日なの。そうなんですか。最近の誕生日なんです。いや、なんか犬嫌いっていうか、私トラウマがあって、ちっちゃい頃に友達の家に行ったら、なんかすっごい舐めてきたり、もうなんか追いかけてきて。それが犬だよ。そうなんだ。最大表現じゃん、それが。あの、小さい頃だったから、うん、なんかそういう感覚がなんかちょっとトラウマになっちゃって。私苦手だったの、犬。あ、そうなんですか、うん、すっごい怖くて、犬が。へー。追いかけられた
ったのが本当に嫌で怖くて、でもおばあちゃん家にこう捨てられてた子犬がこう来たの、うん、でそれから慣れてってもう大好きになった。そうなんだ。でも最近でもそういう犬の動画とか見ると、うん、あ、かわいいってなるんだけど、ね、いっぱい送ってあげる相手の動画絶対好きにさせる。好きになるかな。なりたい。これも外しましたね、はい、うん、やばいね。難しい難しい。では6問目いきます。はい、せーの、ドン。お、HKT48 の曲といえば、やばい、これはむずい。でも5期生で入ったってことはって考えてて、あの、どうだろう、あんまマイナーな曲を言わない方がいいって感じですよね。いや、私ね、あの、入る前まで全然知らなくて。あ、そうなんだ、はい、曲とかね。入ってからめちゃめちゃもう超勉強してみたいな。えらい。いけます？これは合うかな。こっちだろ。いや、でも愛知が言いそうな曲にするじゃん、はい、私。え、わかんない。え、どうしよう、はい、え、どうしよう。え、いけますよ、はい、せーの、メロディーだよ。なんで、もう最高か、最高喧嘩。確かにだな。メロンジュースか。でもメロンジュースですね。なんか多分全然なんか HKT のこと知らなかったんですけど、メロンジュースは唯一なんか曲、そういう人本当に多くて、はい、そうなんですよ。なんか本当に多いんですよ。メロンジュースだけは知ってたよみたいな人が多くて、すごい好きだったんですよね。ちょっとメロンジュースって言えばよかった。いや、でも最高かよも最高なんですよね。最高かよいいよね。そうね、しからしかも好きだしな。ああ、ありがとうございます。好きなんですよ、本当に。本当に好き。いい曲ばっかり、はい、いい曲ばっかりだ。そう、メロンジュース。ああ、でもいい曲がありすぎて、ね、そうだね。これは仕方ない、うん、仕方ない、うん、ちょっと好き好きスキップかなとも思ったけど。そう、好き好きスキップは踊ったことある。もうなんかレッスンで踊りすぎて、もうなんか結構 あの辛いっていう。いや、好きなんですけど。最初に習う曲。そうなんですよ。めちゃめちゃもう、まだ踊ったことない曲とかある、HKT で。なんだろうな。ツアーとかでやってなかったらね。結構レッスンとかでもやってないのかな。何かな。シングル曲だったらなんかあるかな。シングル曲で控えめアロベアとか踊ったことないんじゃない。やったことないです。煽りだもんね、はい、ライブとかでもね。そうなんですよ。ちゃんとポジションに入って踊るってもないよね、うん、ないですね。すごいね、そんな時代に なってるんだから、うん、すごいよね。ちょっとなんか深い話にまたなりそうなので次でいきましょう。7問目はこちらです、はい、大人だと思う言葉は。あー、え、難しい。大人だと思う言葉。うーん、なんだろうな。 OK、 決めた。これちょっと年の差ありますから、愛知とちょっと大人、大人でしょ。愛知から見た大人だというイメージがどういうのかっていうのにも読みます。大人は決まった。悩んでる。え、じゃそんな悩むってことは何？え、何難しい。大人だと思う言葉？言葉？はい、はい、これ絶対やらなそう。いい？決まった？あ、でもね、これ待って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 、大人でしょ。大人、大人、うーん、ダメな言葉しか、あ、ダメなっていうか、どういう言葉？ダメな言葉は、うん、はい、OK です。うん、いきます、はい、せーの、おつまみ。おつまみかしら。おつまみ、かわいい、かわいい。なんかおつまみとか言えばよかったし、ね、そうだ、年金、年金だ。年金悩まされて、税金に悩まされてる。あ、でも税金って言おうと思ったんですよ。え、本当？はい、え、見て、ほら最初の2問しか合ってない。やばすぎ。あ、私ね、税金の前でアベノミクスって言おうとしたの。アベノミクス知ってるかなと思って。ガチ、すごい政治的なことがあれなのかな、やっぱ。なるほど、なるほど。続いて、じゃん、博多といえば。これいっぱいあるよ。うん、いっぱいある。博多といえば、もうこれは、あ、どうしようかな。これは、これは合わせに行くね。じゃあ
これはもうこれはもうねこれはもういきますよ、はい、せーのラーメン HKT 行っちゃった。そういうことか。博多といえば HKT、 博多といえば HKT か、 なんかすいません、なんかすいません、もっと頑張ります。残り2問、残り2問ですからね、行きましょう、はい、じゃあ9問目はこちら、お、出ません、はい、こちら、リコピの好きな料理は、料理、好きな料理、食べ物、食べ物、食べ物、料理、料理、ちょっと自分でも分かんない食べ物だったら好きな料理、料理ってなんだろう。あー、ありがとうね、ありがとう、バイ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 、あ、怖い怖い、ありがとう、すごい、ありがとう、取ってきたのね、あなたね、やらどうも、素敵なのすよね、ありがとうございます、お、ありがとうございます、市村レボリューション、やばいやばいやばいって、やばいって、やばいって、止まってんな、許可なくやってるから、なんかやばいやばい、トミさん大丈夫かな、私の好きな料理か、はい、え、なんだろう、待って、ちょっと待って、本当に思いつかないんだけど、料理っていうか、料理って、あ、じゃあ分かった、食べ物とは違うんですかね、料理、食べ物、食べ物です、うん、どちらも料理、うん、じゃあ食べ物で、食べ物で、食べ物で行くね、わかりました、じゃあよし、せーの、ラーメン、あー、やった、よかった覚えた覚えた、もう私味噌汁っていうか迷ったの、豚汁とかありようとしたんだけどマジ、はい、なんか味噌汁系好きそう、よかったよかった、うん、ラーメンね、とにかく好きですね、2回連続でラーメン、はい2回連続ラーメン、よかったよかった、いいですね、ラスト問題は、ラストラスト、ラスト問題です、こちら、うん、じゃん、アイチーが今一番欲しいものは、やばいやばい、わかんないわかんない、アイチーが今一番、ちょっと念を送って、一番欲しいもの、やばい、いや結構その家でやる、いやちょっとヒントヒントありすぎやろ、ちょっとさっきの話の中でちょっとありましたね、うんうん、一番欲しいもの、あ、わかったわかったわかった、わかった、任せて、はい、いくよ、せーの、スイッチ、あ、お、お、ば、ブブ、ゲーム、オッケー、オッケー、そうなんです、嬉しい、スイッチか、スイッチが欲しいんですよね、スイッチ持ってる、対戦しよう、したい、なんか神奈川の家にはあったんですけど、うん、こっちにないんで、またない、そうなんですよ、そっか、欲しいな、いいね、ゲーム当たりました、そう、いや一発でゲームかなと思ったけど、ソフトまではいい、なんか、あ、4問正解でした、割と割と10問中4問正解ということで、うん、これはどうなるんですかね、結構仲良しね、あ、結構仲良しねという結果ででもよかったね、すごいすごい、本当に、うん、1問正解とかじゃなくてよかった、もう最初と最後取ってますから、ね、あ、そうなの、最初と最後取ってるんで、もうオセロで全問正解そうですそういうことで、まあ、ね、でもね、すごい、あの、よかったです、こんな機会をいただけて、はい、なかなかこんな好きなことまで話すのではないかと、はい、ということで以上、共通点を見つけよう、以心伝心ゲームでした、イエーイ、楽しかったね、楽しい、続いてのコーナーに参りましょう、はい、はい、どうぞ、はい、さてここからは私たちだけでなく見ていただいてるユーザーさんとも絆を深めようという企画です、はい、その名も目指せ50-50、イエーイ、はい、今からユーザーさん投票で遊んでみようという企画なんですが、これから私たちが2択の質問を出しますので、ユーザーの皆さんは1番か2番で投票してください、はい、その投票結果が50
50% 対 50% 対イコール 50-50 になるようにトライしていくというゲームです。 50-50 になるように私たちが質問をあれこれ出していきますので、いかにユーザーさんと気持ちを一つにして絆を深めるかというのもそういう企画となっております。すごい8000人超えましたね。あ、はい、わかりました。じゃあ2問ぐらいですね、はい、いきたいと思います。はい、そして少数点も含めて投票結果見事 50% 対 50% になった時がクリアです。難しいですね、はい、でも少数点があるから。かなおチャンスはあの2問ですね。2クリアすれば素敵な景品商品ですね。素敵な商品できれば、できなければ罰ゲームです。ここまでのベストが 49.9% 対 50.1% これはもう嘘でしょぐらい。じゃあどうですか意気込みは。やったことあります？初めてかな。初めてです。ちょっとでも見たりしてきたけど、うん、結構難しそうだな。難しいよね。じゃあ愛知から何かありますか。結構リコピさん最近っていうかディズニーの投稿がもうすごくて。そうなのよ本当に。だからハマっちゃっててもう可愛いなと思って。本当にもう似合いますね夢の国が。嬉しい。本当にそうディズニーにはあ夢の国。なるほどなるほど。なるほど。いろいろとね。国は自由で申し訳ない。国は、ま、なるほど。ランド一ランド。でもこれ結構意見分かれそうじゃないですか。これやばいよ。これどっちか決められないもん私がもう、うん、今。でも決められない場合は2個同士を押して 50% 狙うっていう狙う技ありますから。2つ押したらそうあれですよ、はい、2つ押したらねいい感じになる。いい感じになりますから。頂戴を改めてどうぞ。じゃらん、はい、どっちかな。こっち。はい、あれだ。夢の国は行くなら、はい、ランドかシーどっちですかという質問です。丸1がランド、うん、丸二が C です。はい、行くならとか行ってみたいとかもありますね。そうだね。まだ行ったことない方もいるから。行ってみたい。そう、行ったことない方はね、どっち行ってみたいとか。全然。ちなみに岡本直子はランドと C どっちかっていうのもあの陸か海かと言います古風なね言い方。やばい面白い。海か陸どっち。じゃあ投票してみましょうか。じゃあ投票スタート。これはちょっと止めるタイミングとかどうですか。え、わからん。え、わからん。わからん。じゃあ愛知、はい、いつでもいいよ。なんか見て。タイミングも重要ですから。結構ほら選べないよって人もいるもんだって。どんぐらいなんだろうな。どう今ね新アトラクションとかあるから。新しいっていう。どうですか、ね。少なくなってきたら。勝負かもね。いい勝負、いい勝負。両方ともってしてるもん。ほら、いい勝負かもしれない。いい勝負だ。やばいやばい。タイミング的にもありますからね。そろそろ行きますか。そろそろ。よし、どうぞ愛知のタイミングで。終了です。お。ああ、58.5% と 48.5% で2番の方がちょっと多い。2番の C の方が多い。C、大人かー。そっかー。でも今ね、新アトラクションとかもあるんでね。確かに。そう、それがちょっとそう、座り乗りました、座り。どうでした。朝開演前並んでファストパス乗りましたよ。すごい。あれ感動する。感動した。うわー乗りたい。すっごく感動した。そうなんだ。あともう一息でしたね。惜しい。そっか。でも意外といいとこ行ってましたね、うん、結構良さげ。なるほど。じゃあ私もね行きましょう、はい、これもね結構ね、はい、そうだね協力して、ね、協力や協力大切ですね。私はまあどっちか、まあ、質問はなんですけど、はい、お願い本当にもうそんな取ったんだよね。そろそろ。はい、私はこれです。私のお題はこちら、はい、ベッド派か布団派か。うわー、これはこれはちょっと分かれるんじゃないかな。でもどっちなんだな。どう、いやどうなん
んだろう。あでもこの時点で自分的に答えがこう出ちゃってるのがちょっと出ちゃってますね。あでもなどっちも好きなんですよね。どっちもいいよね。はい。じゃあどっちも好き。1位がベッド派、うん、2が布団派で投票したいと思います。どっちも好きだから。では投票スタート。どっちも好きだからな。むずいってよ。あそうね、はい、止めるタイミング、ね、タイミング大事ですか。結構ちょっと待ってな。何か位置が1多くない？1多くない？誰かにんなって入れた時に私止めるわ。誰かにんなって入れて2がバーンしっかり私止めるから。年齢層を考えてほしい。確かに。でもどこなの？年齢で言ったら結構どうなんだろう。どっちかな。関係ないっちゃ関係ない。でもいやでも待って誰か1をバッと入れてくれ。その時に私は止める。やばい2を。そうやばいやばい。タイムラグもありますから。あでもちょっとまばらになってきたよ。いや結構2必要ですね。あでもいい感じになってきた。てきたじゃあそろそろいきます。5 4 3 2 1終了です。あー52.7% と 47.3% で2が布団の方が多いんだ。そうなんだ。そんな方が多いって。2お願いとか言っちゃったよ。2は だから多くなっちゃった。だからかな。そうなんだ。2お願いとか言ってたら惜しいですね。残念ながら罰ゲームです。嘘嘘でしょ。えやだ。このカードが1枚無理。えー、何で2人で2人で1枚です。1枚で2人で。あ、いいよ。あ、1引いてくれました。うわ罰ゲームとかしたことないからな。まだ初罰ゲーム。初罰ゲーム。罰ゲームね。ちょっとそれはちょっとお願い。うわ何終わった。変顔じゃんけん。やる変顔じゃんけん。一番嫌なんだけど。ちょっと待って分かんない。何ですか変顔じゃんけん。ついていけない。若者の遊びについていけない。変顔系やだよ。あり変顔じゃんけんじゃんけんポンで変顔する。嘘やん。全然なんか他の初じゃないこんな変顔じゃんけんなんて。えなんかこれよかったじゃん。変顔じゃんけんデビューおめでとう。罰ゲームデビューです。これってどう。あいち一人でやってる。え一人で。そうそう一緒にやるよ。あやるんですねこれ。あこれは、まあ、引くのか。2人で1枚ですよね。え、2人で1枚ですか。2人で1枚で全然あり。エア熱湯風呂とかの方がやりたかった。エア熱湯風呂。エア熱湯風呂だよ。湯風呂か、なんか落とし穴みたいなやりたかったんですけど。パントマイルみたいな。入ってるんだ。え、カメラとかですか。これえこれ2人で一緒に変顔じゃんけんじゃんけんポンって変顔するってことですか。こっちですか。うん、カメラに映らないでしょうか。そしたら私なんかメルさんがこの前メルさんとイオリが配信した時に、うん、本当になんか嫌すぎて2人でだけの世界で、うん、あなるほど。そうなんですよ。いやうちらやっぱ相手違反としてね。カメラまで見ていただいて。じゃあ変顔じゃんけんじゃんけんポン。私変顔のさパターンがないんだ。大丈夫か。私変顔のなんか、ね、生写真のさ撮ってるじゃん。あれ3、2、1で最後のワンショットだけ変顔にするっていうのが流行ってて HKT の。そうなんですよ。いつも同じ顔しちゃうの悔しい。うん、そっちのカメラマンさん行きたくないんですもんそれがあるから決まってるもんね。そうなんですよ。私で使えてきますね。いきます。変顔じゃんけんじゃんけんポン。はい、ちょっと待って。はい。どんな顔でした今。してましたちゃんと。見えた？やりました。いやーおめでとう。変顔デビューだね。いやだ。おめでとう。オッケーです。レパートリー増やさなきゃなこれは。はい、私ちなみにブルドッグゴリラっていうのがありました。どんなゴリラ？ブルドッグゴリラっていう変顔がありました。はいそうなんです。うわーすごいな。はいそうです。ありがとうございました。じゃあ企画が終わったということで、はい、エンディングですね。ああ今日はどうでしたか？あっという間。ねあっという間だった。なんかもういつもよりなんかゆったりしてる感じはしたかも。結構オープニングで話したよね。はい結構話した。愛知アウトって来てるのに大丈夫かな。どうしたと何何ぬるいぬるい。でも見てないからわかんないけど愛子だったって。やばい愛子愛子だ。福
くスクショ保存完了だった。もうやだ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 すぐすぐもうそう。はい、ということでですね、今日どうでしたか、私たちの絆深まりましたかね、うん、本当に。いや深まりました、これは。本当ね、いっぱい話したね、今日ね。もう好きな食べ物知れたし確かにいろいろ、でも愛知のこと本当になんか意外とめちゃめちゃ喋るんでくれるんだなっていうのはすごく。じゃあもう喋りやすいです本当に。ミキセイさんだけど、もうディコピさんはもう本当に面白すぎて、私なんかもうなんて言うんだろう、ストライクすぎるんですよ。笑ってくれる声は本当に助かるから本当にありがとうって感じ。あの昨日のあの R24 のオーディションの時も雰囲気がもうなんか面白すぎちゃったり一生笑いそうになってて昨日のテーマ脱力タイムズだったからさ本当もう好きなんですよ、真剣にやろうっていうこと。はい、ということで感謝の気持ちを込めてですね、10位からお名前をお呼びしたいと思います、うん、じゃあ交互に読んでいきます、はい、10位からどうぞ、はい、10位ゆかこさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして9位憂鬱なバラさんです、はい、ありがとうございます。8位岡さん、おめでとうございます、はい、7位ちーさん、おめでとうございます。6位フェリックスさん、ありがとうございます。5位ローストさん、ありがとうございます。4位さやまるを語る詩人になりたくてさん、知ってる知ってる知ってる、ありがとうございます。3位ケチャップ社長は愛知村長を尊重なんです。めちゃめちゃインフムやん。はい、2位ラミライさん、あ、これちょっと順位変わっ、順位変わりましたね。2位ラミライさん、はい、ありがとうございます。で1位が独身ハゲ男さんです、ありがとうございます。いつもね、もうすごいなんか爽やかに、ね、6位のね、なんかの方もね、4位すごいハゲちゃんさんが、ハゲちゃんさん入ってます、入ってます、すごい、うん、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。はい、その他もね参加していただいたりとか、うん、アイテムを投げてくださった皆さん本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました。告知に行きましょうか、はい、これ読んでいいよ、あ、ありがとうございます、はい、それではここで HKT48 からのお知らせです、はい、福岡市中央区天神の西鉄ホールのほか市内2カ所のホールを HKT48 劇場として劇場公演を行っています。また週末を中心に全国で握手会も行っています。はい、そして近日中のイベントですが、今週末は8月24日土曜日、横浜アリーナにてアットジャムエキスポ2019、うん、そして25日日曜日は東京流通センターで握手会ですね、うん、これは HKT48 の最新シングルの一心の個別握手会になっています、はい、で26日月曜日はですね、神奈川の音魂スタジオにて渚のメモリーズ2019というイベントがあります。それにはね、私も出演させていただきます。で27日火曜日と28日水曜日はですね、秋葉原の AKB 劇場にて、うん、週単独イベント集会やチーム H の私が出てる公演だったりとか、ひまわり組の出張公演、そしてね、研究生も初めてね、はい、そうなんですよ、 AKB の出張公演に行くんですよ。ありがたく、本当に、うん、初めてセリとか、なんかそうだね、う昔の劇場はこうセリというのがあって、それが動いたり、うん、上がったり下がったりしてたんですけど、今のはないので、それを経験してないんで、ね、そうなんですよ、5期生は研究生だから AKB さんの劇場でもぜひね、はい、頑張りたいと思います、頑張ってください、はい、詳しくは HKT48 オフィシャルホームページをご覧ください、はい、この後はね、うん、私たちもアフター配信をさせていただきます、個別のアカウントでね、うん、やりますので、そちらの方もご覧ください、はい、明日はですね、こちらも明日もですね、こちらで天神サテライトにて公開生放送があります。次回はですね、あの8月21日水曜日、明日ですね、はい、配信は伊藤ゆえるちゃんと深川舞子さんです。おー、すごいメンバー、どうなるんだろう。でも優しいから、舞子もさ、優しい、舞子さんね、一期生なんですから、はい、あの後輩の扱い方がもうすごいですね、うん、確かにね、包むような包容力もありますのでね、はい、話したことある、舞子さん、チラッと話したことあるんですけど、うんうんうん、夜めちゃめちゃもう、なんて言うんだろう、うん、全然話したことないのに、うん、もうすごい結構仲良かったっけっていうぐらいの感じで、すごい本当にね、あの優しいね、はい、後輩だけど、うん、めちゃめちゃそういう、うんうんうん、なんかなんて言うんだろう、気まずさがないっていうか、うん、確かにそうかもしれない、すごい優しくて、うん、ユエルとはどうですか。ユエルさんは、うん、なんだろう、もういつも可愛いって言ってくれるんですよ。あ、そうなんだ、はい、私の方が年上なんですけど、うんうんうん、そういうの全然ないからめちゃめちゃ嬉しくて、はい、は
はい、そんな2人がね配信するということで、はい、ご覧ください。ぜひこちらもどうぞ。はい、それからパソコン、スマホの画面右上にある、うん、ハートマークを押すとこの番組をフォローすることができます。はい、フォローするとショールームアプリをインストールしているインストールスマートフォンにもに番組開始と通じにお知らせがいきますので、うんがね、見逃さないためにもぜひフォローしてください。はい、ありがとうございました。今日本当にどうでしたか。改めて初めての出演と思えないぐらい、はい、結構ね堂々とね話してる。緊張するかなと思ったんですけど、うんうん、めちゃめちゃリコピさんのところめっちゃ話しやすくて初めて担当なの私、うん、そうなんですか。だいたい初めてのメンバーと出てますよね。そうなんだ。そうそう、めちゃめちゃ楽しくてエアネット風呂したいなって言ってしたかったね。したかったです。2人とも動き系なんで。そうなんですよ。やっぱ劇場に一緒に立つとまた違ったあれができるのかなって思うんで、一緒に公演に出れるように、はい、はいはい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、 HKT48 のよかよか、ここまでのお相手は、はい、HKT48 の坂口千子と市村愛理でした。それでは明日8月21日水曜日の6時30分にお会いしましょう。それではバイバイ。